株式会社日本デジタル研究所は財務会計ソフトウェアや専用コンピュータシステムの開発、製造、販売を行っている会社。2015年 JDLIBEX クラウド組局メジャーの提供を開始。会計事務所と顧問先のインターネット連携強化に注力。会計システムに特化したコンピュータメーカーであるが、ハードウェア、ソフトウェア、 サービスをすべて自社で開発、提供しており、実際はイス部に近い。1998年頃までは OS を含めたミドルウェアをすべて自社で開発していたが、近年では OS を Windows へ切り替えつつ、自社の会計ソフトやファイアウォールを標準でインストールする KDO PC を主力としている。現在でもマザーボードや電源は自社設計とし、ノートサイズ機では、テンキーや、 自社ソフト用のファンクションキーを追加した財務キーボードと称する独自配列を採用するなどハードウェアにおいても会計業務に特化した製品を主力としている。また大規模な経理処理システムとしてハードウェアから自社で設計したサーバーも販売している。主力は法人分野だが個人事業主向けにも追悼や給与管理ソフトなどを販売している。2016年12月に 筆頭株主の有限会社 JDL 議研が行った株式公開買付の結果議決権所有割合ベースで94.43%の株式を取得した。さらに株式売り渡し請求により2017年2月9日に有限会社 JDL 議研の完全子会社となっている。JDL では経営改善に向けた顧問先企業からの要求や期待に耐え、 同業他事務所との競争に勝ち抜くためのソリューションとして、サイバー会計事務所構想構想を提唱し、この構想に従ったスケーラブルなシステムを提供している。サイバー会計事務所とは会計処理の時系化、電算化顧問先に JDL コンピュータシステムを導入し、基調業務を顧客自らが行うよう指導し、合わせて顧客業務全体の IT 化を促進することにより、 事務所の基調タスクを軽減する。ネットを利用した会計帳表示図の効率化基調データはネットにより会計事務所に送付し、会計事務所は事務所内にて会計監査を終了させる。また、また会計事務所にて作成する月次資料についても電子化、ネット送付を行う。このことにより顧客訪問の手間を減少させ、顧客先、 経理情報のデータベース化による経営資料作成の支援作業効率向上に伴い創出された余裕を利用して顧問先の実情に応じた分析資料を作成することができるようにするため経理情報をデータベース化し必要に応じた検索集計機能を提供する収入の増加上記三点を利用した会計業務プロセスの高度化迅速化により会計事務所サービスの 統合サービスの提供による、顧問先の IT 加速新支援、顧問先の電算化指導、業務のペーパーレス化、ネットを利用した情報共有、ホームページ作成の実施及び支援などのサービスを合わせて提供し、顧問先の IT 化、業務効率化を実現する。であるとしている。ありがとうございます。